バッチリグーですか。バッチリですね。ネクタイ喜んでます。とりあえず、はい、じゃあ、ここで僕の家に刺さったのはバーチャル坂本を今から今撮ってるとこなんですけど、こうやってここで撮ってる方ですね、うん、これ見せちゃうとまずいのかな。いや全然マジですね。いや本当は僕から坂本さんが弾いてくれればいろいろデモンストレーションが動かすとこう光が出るんですが、弾く人が撮ってるからできないできない、残念ながら。あれフォーカスが。だから僕はもともとそのやっぱりフィルムメーカーとしてこの映像の仕事を始めてるので、うん、あのそこからいかになんていうのかな、その映画のフレームとか、うん、そういうものを飛び越えていくか、うんうんうん、要するに本当にローテクとハイテクがこう、うん、混然一体化して、うん、まあ新しいものづくりっていうのができないかなって、うん、カメラ持たされました。ありらしいんですよ。欧州ですよね。今そうですよね。使うとしたら、これは VDR の操作パネルですね。ちょっとこの後ろのレタスの箱がかっこ悪いです。上にロジックのマニュアル載ってます。これロジックの画面です。で、映像を出している SGI のプログラムです。ケーブルだらけですね。それはそれでもう実時間を打ち込んでやるわけ。そうですね。ですからあのここにスタート1524とか書いてあるのは、うん、これはあの、このシーケンサーオブジェクトで再生するパターン の, あのスピードなんですよ。でこれを、まあ、あの実際に演奏したい、うん、1919のスピードにしますよね。でそうすると、まあ、1小節分が何ミリセコンドって出るじゃないですか、うん、でそれと全く同じタイミングでこのメトロから、これに対して常にプレイをかけてやると、そうするとループがまあ綺麗にできますよね、はい、でそのループの頭で、この、ですね、VDP っていうのはこれはあの LD をコントロールするやつなんですけど、それをコントロールする、はい、で1パターンごとに要するにこうループをかけると VDR の方がこうついてこないっていうか、まあ、どうしてもサーチするタイムが止まっちゃいますよね、はいはい、だからあらかじめなんていうか何小節分かをもう VDR 上に編集しておいて、でそれで例えば8小節ごとに戻るとかっていう風にしていくと、まだループが綺麗にいくと思う。4ぐらいに、まあ4でもいいんですけど、でそれに合わせてもう今のマックスパッチが動いているので、まずテンポを決めます、はい、ちょっとタップしてもらおうかな。
1、2、3、2、3。一息で。本当だったと思う。